山寺のお尚さんは鞠は蹴りたし鞠はなし、猫を缶袋に押し込んでポンと蹴りゃにゃんと鳴く、にゃんがにゃんと鳴く、よいよい。山寺の小僧さんはお経をいやいや遊びたし、そっと逃げ出す金付き戸、ゴンとつきゃゴンとなる、ゴンがゴンとなる、よいよい。山寺のたぬきさん、太鼓打ちたし太鼓なし、そこで